ボートリバーズの人生はボリバケツ。そういえば前のユーストのは声が入ってなかった。ユーストはできる限り入れるようにはするんですけども、やっぱり音楽がどうしても流れてる間、周りに音楽が入ったりすることがあるんですよ。あ、なるほど。はい。あ、そっかそっか。これ今録音してるってことですか。はい、今録音してます。でもギター持ってるじゃん。誰？今は。弱っ。腰が。そこに。ボートリバーズの人生はボーリバーケツ。めっちゃ笑ってる。言う、もう言わんこうと思った今。なんで？どこで入ろうと。いや、なんかコッケコッコーみたいなやつだね。あ、そうだね。ちょっとなんかそういう感じ、テンションだった。いや、ですね、はい、今日5月4日、うん、5月4日水曜日、人生アップリバケツの時間やってきました。5月4日じゃないですけどね、今日は今日で10回目の放送ということで、すごい、素晴らしい。今初めて聞いてくれてるリスナーの皆さんも、ずっと聞いてくれてるリスナーの皆さんもありがとうございます。ついに2桁、2桁になった ね、10回目。もう10回20回30回とね、頑張っていきたいですね。まあでもですよ、実は、はい、この今、収録、Now は初めての収録、初収録、生放送じゃなくて、まあ、5月4日はね、いろいろスケジュールが調整できなくて、そうですね、5月4日はね、だから、なんとかの日だしね、収録してるんです、今。で、5月4日、今、夜8時からお届けしてるんですけど、うん、今まあ、収録だけどね。なんかちょっと新鮮な感じだよね。そうだね、収録も。収録だけど明るいね、今日。今昼間だからさ。うん、まあ昼って言っても、まあ5時か。夕方だよ。いつも夜の景色しか見えないけど、こっちから。サンセットがね。すごいね、海が。もう向こうまで見える。青い。地平線。
青くないな、うん、曇ってるのが相対性理論、相対性理論、ブラックホール、ブラックホール最近学んだやつとりあえず言うっていうすごいジェットスキーしてる人も見えるからね、こっちからスタジオ、 あの人ブラックホールでワープするみたいな感じなんだから、ね、5次元、5次元すごいね、幽霊の世界に行っちゃうのかな、でも幽霊は幽霊じゃないんだよね、あれね、5次元の人がね、幽霊は優しいんだよ、何かメッセージがあって、幽霊はそうだよ、そうなんか怖いものじゃないからね、ちょっと幽霊の真似してみて、恨めしい、いや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 、怖くないよ、幽霊は怖くないよ、今さ絶対恨めしいやって言うと思った、嘘、古いね、なんで、でも今の真似してたら何の立つの、じゃ分からんけど、うん、今の人たちは、うん、幽霊って言ったら恨めしいやって言わないんじゃない、じゃ急に振られたらじゃあ何て言うんですか、恨めしいやって、なんか俺も恨めしいやって言うんだけど、でしょ、あなんか志村けんみたいな感じだよね、恨めしやでしょ、志村けんの場合は、それを、うん、じゃあ志村けんじゃないバージョンのお化けだったらなんていうの、お化けだよおい、あれだはず、あのごめんごめん間違った、うん、あんたの、うん、あんたの右の耳の方にいるよ、次は左耳、よく見えているよ、よく見えているよ、あんたの玄関汚いね、そう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 、よく見えているよ、これ知念倫一郎さんねWith DJ レイコね、うん、いや、まあ、なんで幽霊の話してんのっていう話、知らないよ、5次元の世界から、あそうそう、まあ違う、この今ね FM ギノワンからのこの景色がすごい素晴らしいということで、うん、海でこのスキューバダイビング、スキューバダイビングじゃない、ジェットスキーしてる人も見えるよっていう話からそうなったんだけど、スキューバダイビング見れたらすごいねやばいね、透明度鬼、やば、あの人弟子いい魚見てるねつって、まあね、熊の身がねつってすごいね、でもさ、うん、本当にちょっと今日は収録だからある種なんかちょっと新鮮だよね、ある種新鮮、うん、ゲストもいないし、今日は今日ゲストいないんですか、いるんじゃないですか、あでもちょっと飛び入りで呼ぼうかな、今一応連絡してるんだけど、ああ来るんだったら来てもらおうかなと思ってる、うん、そうしましょう、でメッセージもないです、今日は今日ノーメッセージ、メッセージっていうかね、トークテーマ、トークテーマもうフリーで私たち喋ろうかなと思って、10回目だし、なんかプランあるの、ゴールデンウィーク入ってるでしょ今、うん、もうゴールデンウィークも入ったし、うん、ノープランで喋っていきます、ね、いきましょう、いつもプランは立ててないんだけど、まあまあそうっすねそうっすね、いやでも、うん、いいよね、楽しいさね、そうたまには、で、うん、まあ実を言うと今日は5月1日なんですよ、本当はバラしちゃった、でなんで言いたかったっていうと、今言いたかったか琉球ゴールデンキングスの試合のハーフタイムで私たち歌ってきて、うん、そうなんですよ、ライブパフォーマンスさせてもらって、その帰りに今こっち来てるさ、ね、で勝ちましたキングス、キングス、キングスプレーオフ2回戦進出、来週の、ね、来週ということは5月の7日土曜日と5月8日の日曜日、そうね、こちらも沖縄、見物ですね、同じ沖縄市民体育館で行いますんでね、すごいすごかったな、3000人の超満員、やっぱさ思ったのが本当にマクヘンリー、うん、あすごいね、でかい204センチって、いやマクヘンリーは2メーター2センチだな、あ204センチの人、ザビエルじゃない、ザビエル、ね、ラビエル、マクヘンリーよりも安い人、安い人じゃない、あの若い人、契約金が安い人口が悪い悪いな、口が悪いなしかもあの、うん、キングスは今外人さん3人いるんで、うん、いやもうそうそう、マジでバーンズとマクヘンリーと、ラビエルみたいな、なんかね、あいるさんね、すごいかったな、ね、もう本当に迫力がやばくて、一回見に行ったことはあるんだけど観客として、うん、こうやってライブで出演させてもらうなんてまさかの、あんなハーフタイムでフィジカルがさ、うん、死にフィジカってるね、うん、ゴツゴツガツガツ、あれあの中にもし例えば立つのがいたとしてもブンってぶっ飛ばされるんだろうね、飛ばされないはず、この肩がこんなにちょっと広いけど、うん、肩幅がうるさいけど、うん、ぶっ飛ばされるんじゃない、ぶっ飛ばされない、フィジカってないんじゃない、立つのはあんまり、俺結構フィジカってるわけ、ちょっと触ってみて、ブン、ええマイクうるさいはずね今ね、しかもさ待って、しかもさ、うん、もうさ叩き方がさ、コンマを入れようと中指立ててカツ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 
でさだってさ、練習すんね、めっちゃ今力入れてるの分かってるから、こっちでグンってやったら、まあ、あっちの指がグンってなるわけでしょ。だったらこれ突き、この突き立ててこんなしますよ。じゃあそしたらフィジカルだねっていう話になるわって、ちゃんちゃんって終わるでしょ。こんなって硬くしなくても硬そうだからさ、ちょっと今指が痛いわけよ見て、あの今日ボーダー、あ、いいんじゃないボーダー、うん、あのなんかバハンバーグマンみたいな、なんだっけ、あなんだっけ、ハンバーグマン、 マックの、あ、そうそう、マックの、なんいるね、いるね、ハンバーグマンじゃなくて誰でしたっけ、ハンバーガーマン、ハンバーガーマンかな本当かでもちょっとうつぼっぽいな、うつぼ、うつぼさ、うつぼはこんな綺麗じゃないよ、うつぼなんかしましまのイメージがあるんだよ私。でもさ、うつぼもさ多分あれなんだよ、ちゃんと海に必要だからうつぼがいるんだよ。まあそうだけどさ、 何に必要なのかな、うつぼって、釣ってしまって、釣ったと思ってうつぼが出てきたら、はあ、うつー君じゃないよって思うんだけどもでも食べたら美味しいらしいね、一応ね、高知とか和歌山とか珍味なんでしょ、なんか美味しいみたいよ、美味しいものは。そう、うつーとか生子とかさ、生子はまあ釣らないですけど、でもうつぼはよく釣る、釣り行きたくなってきた、釣り行こうから明日、私たちの事務所仲間でバーベキューしましょう、魚バーベキュー。おいいねでも考えたらあれだ、明日仕事だ、バーベキューやったばっかりだけど、うん、まあでもあれですね、まあ、ゴールデンウィーク突入したということで、キングスも買ったし、ゴールデン、ゴールデンウィークキングスもね、素敵なゴールデンウィーク過ごしてください、うん、ね、はい、これも読んでください、あ、これ読んでください、これ私読んでいいんですか今日、あ、今日読んで、まあ、メッセージテーマもゲストもないんですけど、まあ、ゲストは後でちょっと飛び入りで呼ぶんですが、はい、これだ、どれだ、ユーストリームは今日配信してます、ユーストリーム配信してます、うん、たくさんのツイート待ってません、今日ツイートできないからさツイキャス、あ、そうか、ツイートいつも私の方が読んでる台本今読んでるんですけど、ツイートユーストリームは同時配信してます、たくさんのツイート待ってません、うん、この番組はギノワンヒューマンステージの提供でお届けいたします。 CM です。ポートリバーズの人生はポリバケッツ、はい、というわけで、5月4日ポートリバーズの人生はポリバケツ、今日も聞いてますか、見てますか、収録で、初めての収録で今日はお届けします。でね、収録なので事前にゲストの方はいなかったんですが、ちょっと急遽読んでみました。私が、まあ、来るか微妙だったけど来たよってメール来たので、じゃあ紹介しましょうね、そろそろ待ってるので、じゃあ紹介します、どうぞはい、どうもどうも、ポートリバーズマンです、どうも初めまして、ポートリバーズマンです、どうも初めまして、なんかさ、この感じさ、すごい恥ずかしい、もう今ツタンカーメンみたいな、なんかなってるけど、本当ツタンカーメンって誰だった、外人、あ、外人って、エジプトだ、エジプトエジプト人、そうね、ポートリバーズ港側の帽子かぶってますね、ポートリバーズマンです、うん、今日何しに来たんですか、今日はね、とりあえずゲストがいないということで、はい、ゲストになりきってみようかなと思って、ね、ああ、いいですね、はい、今日はゲストになりきった感じを急遽やってみようかな、ゲストになりきってで、アーチが仕切って
そういう風にやっていこう。練習これラジオ練習ですか。はい、ポートリバーズ。はい、あ、あの担当は何ですか。私あの一応ギターの方を、はい、あの触らせていただいてるんですけれども、はい、あのできればですけれども、あの MC メインでいきたいなって本当は思って本当は思ってます。ギターじゃなく MC 担当。まあギターはやるんですけど、うん、あのできれば MC メインで MC 枠を僕に結構与えてもらえれば、うん、はい、結構喋れるのかな。ボーカルの方は喋らないんですかっていうことは。ボーカルさんはあの、うん、ちょっと寒い目で見てもらえたらいいかなとよくやりよくありがちなんですけど。そうなんですね、はい、ぜひ。いやもう僕もなんかいろいろ喋りたいですね。ライブ見てみたいですね。ライブですか。ギターもガンガン弾くし MC もガンガンやるってことですよね。まあ、そうなっちゃいますね。あ、すみません、お名前聞いてなかったんですけど。あ、辰野って言います。辰野、辰野。あ、どうも、はじめまして、辰野です。どこの人ですか。辰野です。港川帽子もかぶって。はい、そうです。これもポートリ港川書きました。うんうんうん、はい、港川中出身。港川中出身。浦添高校出身。浦添高校出身。某、うん、某大学、6日で。大学早っ何しに行ったんですか。大学にバスケット見学しに行ったみたいな感じで。バスケットしに行ったんだけど、うん、面白くなかった。そうなっちゃいますかね。あの英語の授業4回と、うん、経済の授業1回と、うん、法学の授業1回と6回。あ、一応、あ、違う違う、入学式で6回。友達は。友達はあの中学校の友達が、うん、あの大学一緒になって、うん、2人ほど、うんうん、2人以上。それだけでもうあんまり思い出はないんだ。6日間だけだったらないっすね。あのしかもこの大学僕2部行ってたんですけど、うん、夜間、うん、夜間はだいたい18時半ぐらいが始まるんですかね、うん、あるんですけど、はい、昼間あの親の仕事手伝ってて、はい、看板屋さん、はい、看板屋さん、うん、朝から、5時ぐらいまでやってて、うん、疲れて、うん、でこの僕の家からこの大学までだいたい混んでて、その時間、はい、1時間ぐらいかかるんですけど、はい、その40分ぐらいのところに友達のお家があるんで、うん、だいたいそこ寄るんです、うん、そしたらみんな遊ぶんです。みんな不良ですか、その人たち。いや、ただの酒飲みですかね。あ、不良です。あ、酒は飲んでないか、あの時は、うん、まだあのユンタクしてね、ユンタク半タクしてユンタクしてね、ポテトチップスでユンタクしてからさ、まあ、もうじゃあ学校での思い出っていうよりかはもうそういう友達のうちでユンタク半タクとか、はい、そうですね、そうですね、まあ、あの時はそうですね、なんか楽しかったっすけどね。あれだね、あの時もバスケに夢中で。港川中出身、浦添高校出身、はい、某大学出身、某大学大学金、あの奇遇なことに、はい、私も浦添高校出身で。知ってます。喋ったことないですね。そうなんですよね、夏野さんと。本当にでも浦添高校楽しかったんですよね。楽しかった、すごく。あの僕も部活部活部活だったんで、もう楽しすぎて。あの頃はめっちゃ昔ですよ。僕あの自慢していいですか、一つだけ、はい、どうぞ。高校1年入学した時、あの、うん、バスケ部なんですけど、うん、バスケットのネット網、はい、ネットとちょっと触るぐらい、かするぐらいしかジャンプ力なくて、うん、でそんなに身体能力も高くなくて。待って、でもネットをかするぐらいは結構みんな飛ぶってことなの。いや、実際飛んでないんです。飛んでなくて、うん、みんなはあのかするっていうのもすごい気がする。いやいや、全然すごくないです。かするって本当にポンポンポンってかするぐらいなんで、うんうん、この同じぐらいの身長の子たちは、うん、この辺ガリッとか、 なんか、あの網つかめるよみたいな、 なんかぐらいの感覚でいたんですけど、うんうん、この高校2年の夏明けて、うんうん、やっぱりもう1年2年ってめちゃめちゃ練習するわけですよ。基礎練習、うんうん、筋トレとかして、うん、でその時めっちゃ筋トレしたんですよ、うん、そしたら肩幅が18センチぐらい伸びて、うん、嘘でしょ、横に横にバーンっつってから、あれ鍛え方間違ったかなっつって。筋トレで肩幅18センチ伸びるって。そうそうそう、こっちの人どんな筋トレの仕方。はい、伸ばしてっつってから、こっちもはい伸ばしてっつってから、これはバスケットにあのふさわしい筋トレ方法ですか、うん、こんなのやってる人いるんだ。いるいる、あのいる。封筒とかもやっていたの。いや、一応基本僕だけですけど僕だけです。筋トレ18センチすごいですね。いや、でも本当に筋トレめっちゃ頑張って、うん、で外練もめちゃめちゃ頑張って、うん、あの部活、まあ部活あるじゃないですか、外練あるじゃないですか、うん、外練5キロぐらい走るわけですよ、うん、でそこからまたなんとかかんとかトレーニングやって、うん、で体育館の中でまた練習して、うん、
で終わったらちょっと筋トレして、うん、でまあ帰るじゃないですか、うん、で帰りも、うん、僕ちょうど浦添高校からお家まで3.5キロぐらいあったんで、うん、走って帰ってボール持ってボールドリブルしながら、うん、バイパスを、うん、あれ今考えたらドリブルミスって、うん、バイパスに行ったら、うん、相当迷惑だなって思いますね、うん、今考えればでゴーンとかつってでそれを、まあ、確かに頑張ってたわけですよ、うん、そしたらこの高2のこの夏明け、うん、夏明けにですよ、うん、リング触れるようになりまして、おそれってじゃあどれぐらいなのっていう話じゃないですか。ジャンプ力で言ったら、うんうん、35、40センチぐらい伸びてて、マジで？マジで。身長がじゃない、ジャンプ力が、肩は18センチ、16センチだったか、18センチ肩は伸びて、うん、そうジャンプ力が40センチ伸びて、身長はそのままなの？身長もちょっと伸びてたんじゃない？いや身長がですよ、筋トレしすぎたなと思って、あ筋肉でガチガチなったんだ。そうガチガチなって、まあでも身長はちなみに何センチですか？僕171です。うん、171でリング触れるってすごくない？でこれが高2の、うん、まあ秋頃の話なんですけど、うん、でですよ、うん、これが3年生になるじゃないですか、うん、高3の、うん、それこそ4月とかぐらいには、うん、僕人生で一度だけダンクしたことあって、お手が大きいんでボール掴めてたんですけど、うん、ちょっとダンク一度だけできて、うん、奇跡的に、うん、それがピーク。すごい。そっからあと全部落ちる一歩バンって。これって普通に試合の時にやったの？いや練習でなんかみんなでなんかダンクごっこしようぜみたいな、うん、誰一人できないんですけど、うん、そんなのやってて、へえ。そうもうジャンプ力とかがすごかったんだ。そうなんですね、言ったら、はい、そうなんです。瞬発力がすごいな。私今日キングスの試合見てきたんですけど、見たっていうかライブしてきたんですけど、うん、はい、あの174センチの選手がいて、あ174じゃない、3じゃないですかね、あの山内選手ですね、173センチ、あ、はい、そっか山内選手はそうですね、がやっぱりこの2メーターある外人の選手たちと並んだらめっちゃちっちゃくて、うん、まあそれはそうでしょう。173だったら立つのとそんなに変わらない、変わらないですね、変わらないです。でその選手たちがこう、うん、飛んでるの見てても、あのダンクまで行ってる感じはなかったんだけど、うん、まあ試合中は無理ですよ、なかなか。そんなただビヨーンって飛ぶじゃないですか、うん、あんな感じはありましたね当時。もしかしたらキングスにもなれたかもしれないっていう。まあ確かにそうかもしれないですね。すごい、やっぱ時代が遅すぎ、あ早すぎた。まあでも今バンドしてるんだったらそれはそれでよかったんじゃないですか。もしバスケに進んでたら。いや、あのバスケは一生懸命頑張ったんですけど、うん、浦添市の代表ぐらいで止まりまして、うん、一応は、まあでも浦添市の代表選ばれたんで、うん、何年も、うん、ありがたいことなんですけど。まあ多趣味ですね。でもこのバスケをやめてから25キロ太ったんで僕25キロ。まあさっきからなんか数字が多いですね。肩18センチの B の身長40センチ、あ身長じゃない、ジャンプ力40センチ、はい、体重26キロ、うん、25キロ、あもう25キロ、いやこれこそはでかいんですよ。一応体重25キロ増えたんだ、うん、バスケやめて、はい、じゃもうバスケやってた時のメンバーはびっくりだ、まあ、ただのデブでしょうね辰野さんって、うん辰野さんデブですみたいなはあなんでみたいな。肩幅も伸びたのかな、そこからまたパンドやって。この辺にさ、この腕のさ外側三角筋って言うんですけど、ここに肉がついてちょっと伸びてる感じはあるかもしれない、うん、またあれじゃない、水泳とかもやってたから M サイズが XL に変わってるわけマジで嫌だよ、この肩のラインのこの線が合わないんだね。そうそう見て、これもさ、ほらこっち線さ、うんうん、出てるさ。もうこれはデジ迷惑、メイドしてもらわないといけない。あオーダーメイド、うんうん、ね、うん、そうなんですよ。今これ私ゲストですよね。ゲストですけど、うん、ちょっともうちょっと扱いちょっとちゃんとしてもらっていいですか。いやいつもこんな感じです私で、うん、今日は何かやってくれるんですかね。今日は何しよう、ギターポロロンみたいなの。あ今日ギターポロロンしますか。はい、いいですね、せっかくなのでやりましょうか。ギターポロロンいいですか、うん、僕ボートリバーズマンって言うんですけど、もう今日だけ限定、今日だけ限定キャラ作り。今日初めてこのポリバケツ見てる人はなんやねんこのなんやねんこのラジオみたいな。もうこのギターさ上等だわけ。
あ、そうギター紹介していい、これさ、うん、ギブソンのギターなんですけど、うん、CJ200、うん、これあのまずですよ、皆さん見えるかな、これ、うん、ここがこの頭のヘッドの頭の部分がヒゲになってるわけさ、うん、まあ見えないと思うけど、まあ、ヒゲになってて、うん、そしてここにもほらほらヒゲ、おヒゲさん、はい、だからこれが赤かわいいと思って一目惚れして買ったんだけど、高いやつですねそれ、買ったんだけど、うん、そうちゃんと銀行行って卸しに行ってから、まあギター1年にしてこのギターを買うというのがすごいですね、高いの買ったから、安いの買うよりはいいのを買って上手になった方がいいんじゃん、なんかみんな買い替えるっていうさ、あれなんだよ、ちょっと安いの買ったら、安いの買ったらやらなくなるんだよ多分、うんうん、高いから、うん、高いもの買ったらやらないといけないさ、うん、せめて元取るぐらいまでは、うんうん、そんなのあるんじゃないですか、そうね、まあね、そういう、どうします、何をどうしようかな、なんか紹介、曲紹介とか、曲紹介しようかな、どんな曲とか言ってもらった方が、で私歌います、本当ですか、だったらじゃあポートリバーズの曲で一曲だけですけど、あのちょっとだけやりましょうね、この設定難しいやつさ、オニバス、オニバスなのまさかの、オニバスを歌います、そんな暗いやつ、水面に映る面影、ありがとうございました、中途半端ですね中途半端な、いや、あのやっぱり歌はあっちさんに任せて僕はギター弾こうかなみたいな歌ってる場合じゃないなみたいな、まあね、あの収録ならではの楽しみ方というか、初収録なんでね、そう、なんか何しようかなと思って、いろいろ試行錯誤してるでしょ、ちょっとギターやって歌おうかってそうそう、最近よくアコースティックライブしてきたから、そう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 、最近本当よくアコースティックライブしたからね、それでちょっと、まあ、収録だしやってみようかということで、じゃあやりますか、一曲ね、ツタンカーメンはもう終わりで、じゃあポートリバーズの帰り道という曲をまだこれ絶対鉄マイハートの俺、あ、帰り道あるんじゃないの、鉄マイハートにすんの、鉄マイハートがいいの、じゃあ鉄マイハートは待ってよ、じゃあ何歳になっても強い心で生きていこうっていう、ね、結局帰り道かい、結局帰り道かい、帰り道はいろんな出会いや別れがあるけど、はい、君がいなくなっても忘れないよ、うん、あのいつでもそばにいると思って信じて前に向いて、うん、歩いていくよっていうような切ないけど前向きな曲です、帰り道、でも君はいなくなるんでしょう、わかっていたけどわかりたくなかった、追いかけて重なるオレンジの影、滲んで消えた嘘みたいに遠回りしても二人同じ夢を見ていたね、最後は笑って僕は君を忘れないから、 I miss you いつもと同じ、いつもと変わらないこの景色、この帰り道にもさよならするよ。
倒しつく君の苦笑いで背を向けた遠ざかる姿を僕は好めて抱きしめる抱きしめる Yeah 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 遠回りしても二人同じ夢を見ていたね最後は笑って僕は君を忘れないから I miss you いつもと同じいつもと変わらないこの景色この帰り道にもありがとう言うよ君がいなくても紡いでゆくよ暗闇照らす確かな光が僕に触れるその日が来るなら手繰り寄せるよ迷うことはない夢のかけらをポケットに歩き出す夕暮れの帰り道忘れない言わないんだ Say goodbye Don't forgetSay goodbye, I don't forget. じゃーん。チューニング、チューニング。ずれてたんじゃない？チューニング。チューニングじゃない。押し方が甘かったんだよ。はい。というわけでね。いやいやいや。帰り道初めてラジオでこなしてやったね帰り道じゃあ帰り道楽しいよあのそれもね、はい、あれなんだよね去った28日は、はい、RBC アイラジオのとあの琉球銀行の丸ごと1日でそうそう丸ごと1日での自分時間っていう、うん、このラジオの時間にポートリバーズラジオ生収録でライブ出演させてもらって、はいね、パレットくもじの前で ね朝から早朝から朝の10時からねでもたくさんのお客さん来てくれて ねありがたかったね、うん、あれは楽しかった、うん、朝の8時からリハしてねあのパレットの前でねそうよ7時半入りっつって何時に出たらいいのかわからないこの混むのがわからんもん ねでそうそう次の日は、はいコンベンションシティ3A、うん、宜野湾コンベンションシティのあの2階の多目的広場でこれはあの FM 沖縄のね、はい、お出かけハッピーお出かけハッピーハッピーアイランドのね滝さんとあずささんのねさんのコンビでいやいやしかもさあの、うん、このお出かけハッピーですよ、うん、ポートリバーズ出たんですけれども、うん、他に豪華アーティスト陣で、うん、下地勇さんそうねキラキラさん下地勇さんに関しては、うん、あの昔とあずさんの似てるんじゃないかという話、うん諸説ありまして、うんうん、下地勇さんといつかツーショット撮りたいと思ってて、うん、それが実現してよかったねそしたらですよ、うん、そしたらまさかの下地勇さん、うん、僕の親父のことめっちゃ知ってて知ってたね先生って言ってましたからはい、まあ、そういう流れがあって、まあ、勇さんともめっちゃいい人だったね、うん、本当に楽屋でもすごい気さくに喋ってくれて CD もいただいたし、ね、CD もねお互い交換してはたら、ま、たあ今できるんじゃないできるんじゃないは働いてコード進行習ったさ CG 待ってよ、うん、もうちょっとリズムが忘れてんだよ
違う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  C G A マイナー F 当たっている。 F これ F、 あもうダサい、これ F だし。じゃあ歌ってはい。働いて、違う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 、働いて、なんでこんな裏から頭でしょ。だからリズムの問題でしょ、それはコード当たってるしこれ F だし F とかって言われても F ですよみたいな。はい、どうぞどうぞ。あ、じゃあただリズムが忘れたっていう、こんなんだったっけ、どうだったっけ、頭でしか、こんなじゃないよね、これ裏だもんね。ハート一緒に歌って、じゃあ歌ってみて、ちょっとどうぞ歌ってみて、ちょっとイントロ弾いて、まずこれの頭で歌うわけよ。ワンツーワンツーせーの、働いてでも、あ、働いて体も楽屋でちょっとミニライブみたいな感じにもなったしね、楽しかったね。伊佐さん、それとですよ、あの、うん、キラキラ例の、ね、スター、また忘れ、どう忘れした、ラストシンデレラの、そう、主題歌、主題歌にね、わかります、歌ってたやつもなんか聞けてよかったね。どんなっけ、待ってよ、スターラプレイションでしょ、最後だけもうちょっと前からいいわ、なんかさ、あれ、あ、うん、でもね、うん、そうそう、超良かった、よかったね。だから2日間そのアコースティックで、うん、あの生ライブ、生ラジオで生ライブをできたので、はい、だから今日は私たちのラジオでやってみようかっていうことで急遽やったんだけど、急遽ね、ゲストとして現れてやってみようかっていうことで、あ、ゲストみたいなやつむずい、あれ、あの設定むずいか、うん、そっか、まあでも いろいろ自分の歴史が喋れたからよかったんじゃない、うんまさかのねあの大学辞める事件でしょそっか、そいや、じゃあそろそろ一応一旦曲いきましょうか、はい、はい、ちゃんとしたやついきましょうね、はい、じゃあポートリバーズでエミリー、はい、
ポートリバーズの人生はポリバケツ達のバージョン。はい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 、いやいやいや、聞きました皆さん、今曲エミリー、これポートリバーズさんのですね、めっちゃタオルを回す曲言うて立つのがメインパーソナリティーとしていきますけれども、ですね、先ほど、私立野の方が、ゲストということでやったんで、今度、逆もやってみようかということで、今度はあちさんを、ボーカルのあさみをちょっと呼んでみたいなと思っております。はい、本日のゲストはポートリバーズのあさみさんです。どうもこのかわいそうな感じの私たち、ね、うん、一人二役かなんかあれ何役かしてからね、面白いね。いいんじゃん、しかも1時間だからもうなんかさ、1時間あっという間で、でも、いやいや、あ、どうもゲストのあさみちびで、あちですね。あちです。あちさん、はい、あれですよね、ホイフェスタですもんね、もともと。そうですね、もともとホイフェスタ、南もホイフェスタで、ね、はい、ホイフェスタ、ん、違いますよね、あの浦瀬高校一緒じゃないですか。はい、浦瀬高校の後何してたんですか。奈良行ってましたね。奈良、あ、やっぱ鹿食べに鹿食べに鹿と戯れに、ね、あ、鹿と戯れに、あの、もともと保育園の先生になりたくて、はい、保育園の先生になるために学校行ってました。へえ、働きながら、お、就職進学っていう。でもなんか保育園児みたいな今日格好じゃないですかこれ。あ、これはさっきキングスのところで試合してきたんで、あ、試合じゃない歌ってきたんで、ですよね、キングスのグッズを買いました。やっぱ あれだ、あの、キングスの試合っていうんだ、ライブは。うん、そう、うん、試合してきました。アンダーアーマー、アンダーアーマーね、アンダーアーマーとキングスのコラボ T シャツです。いやいや、でこのやって保育園の先生になったってことだ、うん、ならなかったならなくて保育士になったってことだ。ならなくて、うん、ちょっと、まあ、沖縄帰ってきて、あの、介護とか したりとか、はいはい、まあ、バイトしたりとかいろいろやってて、うん、あの、例のローソン事件とか、そう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 、はい、ね、やってて、うん、そこで、まあ、趣味で一人で曲を作ってて、カセットテープに録音して、はい、声だけで、おう、で、あの当時カセットテープだもんね。そう、で、うん、犬飼ってるんですけど家の中で、はい、犬が鳴いたらダメって言って、もう一回巻き戻しして犬の声が入らないように、あれってあれだよね、再生と録音一緒にプッと押すやつ、そうそう、一緒に押すやつカチャって本当に全部聞こえるやつあ、懐かしい。もう雑音もザーザーザー入って、それをもうその両面10分テープをもうめっちゃ持ってたんですよ。両面10分テープ、はい、そう、だから言ったら片面5分5分さ、はい、片面に2曲。あれ、だから1個のカセットテープに4曲入りの。あれ、60分ぐらいなかった？あ、じゃあ、あるんだけど、なんか、しょっちゅう撮るから、あんまりいっぱい、あ、もう60分撮ると。巻き戻しとかなんとかが難しいみたいなやつか。だから全部タイトル、もうこの10分テープをもう本当にたくさんあって、うん、っていう、そういうなんか遊びでやってて、自分で車の中で聴いて自己満みたいな。はいはいはい。で、自分の声でギターソロとかもやって。あ、ピーロ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 とか。それドラマはこんな感じとか。それが赤い花につながったってこと？そうそう。で、友達が結婚するって言って、はい、あ、だったら、一応ピアノはちょっと弾けるので、うん、CD 作ってみたいと思って、はいはい、行ったスタジオが、はい、ホイフェスタのリーダーが受付だったんですよ、うん、これたまたまその時初対面、はい、で一人でこんなになんか友達のために曲作りたいって人初めて来たみたいな、スタジオにレコーディング、うん、時間もかけてお金もかけてみたいな、うん、だったらちょっとボーカルやってみーひんみたいな感じで、まあ、関西人なんだけど、はい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 、それで、あ、じゃあやってみますって言って、それで20、それが24歳。まあまあそういうきっかけがあって、うん、まあ、ホイフェスタを始めたと。はいはい、で、ホイフェスタの活動、まあ、終わって、そこからはどのような、うん、それで、まあ、東京で結構長屋でやってて、はい、メジャーもやって、で、メジャーも終わって、自分たちだけでも活動してたんですけど、うん、私がちょっと喉を壊して、はい、まあ、向こうでも通院はしてたんですけど、うん、もうちょっと、まあ、いろいろっていうことで沖縄に帰ってきて、うん、通院しながら一人、もうでも弾き語りをやってたんですよ。だからもうバンドじゃなくて、ちょっと弾き語りですね、あんまりやあのガーって歌うんじゃなくて、それでも歌いたいから、うんうん、でもやっぱりバンドがしたいって思って組んだのがポートリバーズ。
なんか早いな、なんかもう今その話をしてからちょっと振ろうかなと思ってたけど、うん、早いな、もう最初結末までいった。なんかそうだから、お医者さんからはもう歌もやめてください、あもう喉の歌もう喋る声もちょっとあれになるよって言われた時期も本当にあって、うん、もう本当に音楽から離れようとか、もう曲ももう聴かない子とか、いろいろそういうちょっと落ち込む時期があって、うん、まあ本当にでそれ だけどやっぱり曲を作ってしまってて、お家で、はい、一人で、うん、でまあ悔しいけど一人で弾き語りをずっとやってて、でもやってたんですよねこれ、その弾き語りをやってる時に、うん、あれですもんね、辰野がギターやりたいっつって、うん、いきなりじゃあギター買えばいいさっつってギター買って教えるっていうあれですもんね。なんか自分の日賀あさみプレゼンツラストナイトっていうイベントがあるんですけど、うん、それの MC で辰野と友達の星ちゃんっていうのを MC にしようと思って、まあ、星ちゃんはもう出れなかったんだけど、はい、でそこで MC 担当で立つのを1回目に出てもらって、そうで俺考えて1回目、本当は最初から1回目から2人でやる予定だったのが、うん、もう1人でやってしまったもんだから、うん、ちょっと変に度胸ついたよね、あそこで、うん、そうそう、あ MC でね、でちょっと思い出したんですけど、その時に、うん、このギターを習ったじゃないですか、うん、これが C だよこれが E マイナーだよとかって言いながらやったじゃないですか、うん、あの時に、うんうん、でも F は難しいんだよねって僕に言ったじゃないですか、うん、だったらじゃあ F から教えてっつって、うん、であの時に作ってた曲があれですもんね、うん、あの手紙、そう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 、じゃその手紙ちょっと一曲披露してもらってもいいですかね、そうせっかくなんで、そうだね、うん、なんかそういういろいろなストーリーが、しかもこの手紙っていう曲はなんかもう歌はダメだよってお医者さんからも言われたりしてたけど、それでも作ってた時期の曲なので、うん、自分にとっても大切、なんかやっぱり歌いたいとか届けたいっていう思いがあって、歌えないけど声が出ない声で手紙で書くよっていうような、そんな曲、はい、やっぱりね F がね手紙聞いてください。おう、思いとメロディーを愛してるなんてたやすく言えたセリフじゃないけれど、君に届くように、君に届くように、外は冷たい雨が時間の指先、消えることない君のぬくもり切なくて、一人ぼっちじゃ大きすぎるこの傘の中、果てしなく続く涙の川、それでも僕は歩く、君にこの手紙書きたくて、この歌を歌いたくて、僕は真っ白な紙に君への思いとメロディーを愛してるなんてたやすく言えたセリフじゃないけれど、君に届くように、君に届くように、 Yeah! いいね。あれからどれくらい歩いてきたんだろう、いたずらに待ちではしゃぐ車のワイパー、泣かない夜が最後の強がりだった、さよならとありがとうつぶやき、それでも僕は歩く、降り止まない雨はやがて僕を優しく抱きしめる、君に書いた手紙、歌う歌がいつか届くように、悲しみは全部この空に溶け茜色に染まれ、ただ君を思う、ただ君を思う、
この手紙が聞いたくてこの歌を歌いたくて僕は真っ白な紙に君への思いとメロディーを愛してるなんてたやすく言えたセリフじゃないけれど君に届くように君に届くように君に届くようにありがとうございます。ちゃっちゃんちゃちゃちゃいいね。なんかこの久しぶりになんかこの感じ聞いた。いいねいいね。いやあちさん手紙いいっすね。手紙は大切な曲ですね。だから私がまた歌おうってもっとちゃんと本気に、ね、本気に歌おう、はい、しかもバンド、うん、この音をバンドにしたいと思って、まあ、バンドしたい。じゃあまた、こうやってね、うん、弾き語りもやりたいですね、うん、いろいろね。じゃあ一旦 CM 行きたいと思います。ボートリバーズの人生はボディバッケツ。はい、なんかこの立ち位置もなんか初めてだから新鮮今日新鮮だ。いやいやいや、もうあっという間にもうエンディングですよ、はい、1時間あっちゅう間早っ2人でもなんかグダグダだったかもしれないけど、まあ、収録ならではの今日はなんか面白いことしたかったんでね、うんうん、急遽 まさかこんな感じでやるとは思ってなかったですけど、うん、まあまあまあ、そう、来週はちゃんと生で、はい、ラジオしますのでお届けしますので、来週のトークテーマだけ先に言っとこうかね。来週のトークテーマは、はい、梅雨、梅雨、うん、梅雨、梅雨か、梅雨、まあ、梅雨もしくは雨にもまつわる話でもいいけど、なんかもうダメです皆さん、じめじめ、皆さん梅雨です。でも梅雨じゃないところもあるんだよ結構。いや梅雨が短い結局、うん、北海道さんでも、うん、梅雨は来るわけでしょ、うん、だから、まあ、梅雨か梅雨で、うん、いや皆さんたくさんメッセージお待ちしてますので、梅雨です、はい、でお願いします。ゲストにはヒューマンステージの山田先生が来てくれるので、今夜が先輩だ、はい、山田さんにね、山田さんをヒューマンステージの FM 宜野湾で唯一、うんうん、お酒を持ってきてラジオをやってお酒をこぼすというあの噂のまた飲もうかなって言ってたよ。お前たちのラジオだったらまた飲もうかなとか言ってたけど、いいっすかね。ダメですよ、ダメですよ、もうあれ以降もうこの辺の機材ジャーってなるから、もうあれ以降 NG ですからね。山田さん飲んだら寝ちゃうからね、そうそうそう、暴れるからダメです、でもね、はい、このヒューマンステージ、はい、20周年企画ということでね、アニバーサリー、うん、5月21日とっても大きなイベントがあるんですよね、うん、そう、名村ホールで、はい、那覇の名村ホールでね、旧ダンスクラブ、そう、松下、そう、はあ、これはもう本当に来なきゃ損ですよ。来なきゃ損だって。スペシャルゲストもね、ああ待ってるし、まだ解禁はできないんですけど、スペシャルゲスト誰かな、本当に。だから全部で10バンドだね。10バンド出演の。そう、ポートリバーズも、うん、出させていただくことになって、このポートリバーズ5人なんですけれども、その中に稲穂グロインアップもいるし、うん、サムシング4もいるんで、うん、だから3つ見れるね。ポートリバーズで3バンド。だから南とキューちゃんと翔吾は2回出るっていう。うん、すごいな。うん、俺も2回出たいな、なんか、ね、なんか MC しようかな、出たがり肩幅は出てる肩でなんかパフォーマンスすれば、じゃあ急になんかいきなり転換中とかにさ1分ぐらい、ね、面白いんじゃない、1分ぐらい、ね、うん、肩の歌作ってから、肩に顔描いて
肩だけ肩だけ、これ伊佐さんに言うからよ。伊佐さんコピーしていいって言ってよ。肩だけ肩だけ肩だけみたいな。ありがとう。あと10秒って、はい、あと10秒って、うん、あ10秒じゃないか、あと1分か。はい、そうです、はい、いやいや、まあね、5月21日うん、名村ホール、皆さんあのホームページの方チェックしていただきたい、チェックしてください、はい、詳細になってますのでね、はい、で来週のメッセージテーマが、バイユ、梅雨、梅雨、うん、梅雨ということで、ね、はい、お願いします。いやいや、あっという間の1時間ね、まあ、収録ラジオだったけども、うん、あの楽しかった、楽しかった、ね、自己満っぽいけど楽しかったね、あの見てくれた皆さん、あの一切合切あのクレーム受け付けてませんのでよろしくお願いします。はい、じゃあ、今週もありがとうございます。はい、ありがとうございました。ぜひゴールデンウィーク後半ね、はい、過ごしてください。はい、お届けしたのは、あさみと、たつのしょ、バイバイ。